今の話的に本当にそうだなと思うのは、やっぱり地方に行くとですね、やっぱり地方なりのその政官財のつながりみたいなものがやっぱり確固たるものとして残ってるんですよね。そうそうそう。でその人たちがある公共事業をやっぱりずっと仕切り続けていて、でそれがそこからちょっとこの既得権コミュニティみたいなところからちょっと外れたところには絶対こうおこぼれが来ないみたいな、ね、でそれがもういろんな形で積み重なっていって、原発60年っていうのにも多分来るんだろうなって感じがするんですよ、ね、地域独占をずっと続けられる電力体制を作りたいんですよ、うん、そうですね、そういうのを見てると、うん、でもね必ず失敗しますから、うんうん、これはもうあの戦争と第二次大戦と同じで作戦が失敗しているのに突っ込んでいくんだから、うん、絶対うまくいかない、なぜで僕は石渡明、うん、あの委員があの原子力規制委員会で一人反対してしまった、いや科学者として立派だなと思ったけど、うんうん、言ってることの理屈は非常に筋通ってて、うんうんうん、60年越して動かすのに新しい知見があるんですか、ないでしょう、うん、じゃあ60年でいいじゃないですか、それからあの止まってる原発をほど そこをカウントしないと危なっかしい原発ほど長く運転することになりませんか、うんうん、っていう当たり前、まあ、当たり前ですよねなんで止めてるのかっていうのは危ないからの、で今 DX ってで DX 債を発行して官民150兆円の投資をすると言ってんだけど、世界では再生可能エネルギーに一気にいってるわけじゃないですか、それで成長するのに原発で革新炉なんて言ってるんだけど、フィンランドもフランスもみんな1兆円を超えて何年かかってもできないんですよ、と DX 債にそんなもの入れたら多分全部税金で補填することになり、多分政策は破綻していくわけですね。だからこれはもう何だろう、福島原発事故の反省だけじゃなくて、原発ってのはもう持たないっていうことをきちんと見ないきゃいけないけど、作戦は失敗しても失敗を認めないっていうのが日本の失敗の本質なんで、それがどん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 リニアも同じだと思いますけど、どん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 続いていくので、日本の経済は崩壊していくんですよ、しょうがないですよ。巨大プロジェクトが全てそういうふうなあの悪循環の方にはまっているっていうような形だと思うんだけども。